ございます。おはようございます三島さん久しぶりのそうですね。今日はどうしたんでしょうか。今日はあの赤松をちょっと持ってきてカンタさんに相談しようと思いまして、はい、ちょっとあの私の方で目切りの作業はしてしまったんですが、はい、いかんせんこっからの構想っていうのはちょっと自分で出てこないっていうのもありまして、はい、まあちょっとカンタさんに相談しながらこの赤松を製紙してみたい。まあ特に今製紙の適期というか、まあ、では時期的にはあの赤松の枝って柔らかいので大きく折れにくいっていうのが1個あります、はい、であとは、芽を切った直後なので芽起こしする必要がないんですよ。あ、うん、勝手に上向いてくれる、こうやって、うんうん、次に出てくるやつが。そうなんですよ。だから僕は比較的赤松は芽切り後にやります。赤黒後に、まあまあ、本当に強すぎるやつをやるとねちょっと弱くなる場合はありますけど、うん、まあ、夏前なので、はい、ただ静止ぐらいであれば私は今の時期が一番、逆に冬よりか今の時期やりたい人。なるほど、なるほど。じゃあこの木をちょっと相談して、はい、作っていこうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。いきます。この木をどうして買ったんでしょうか。はい、この木はですね当時園で、実は見つけて、うん、あこれすごいかっこいいなと思いました。ポイントとしては低い位置で曲があったことと、まあ、肌が荒れてるので、はい、それなりに時代がの、まあ、古さがあるんじゃないかっていう判断ですね。であとは少しこの辺りなんですが裏から見ますとぐるっと巻いてるので、うん、何かこう個人的には日本昔話の、あの坊やが乗ってる竜みたいなね、なんかそういうもう赤竜みたいななんかそういうレッドドラゴンみたいななんかそういうのに個人的に憧れちゃうんで、うん、まあ、あの盆栽美術館にね青竜ってありますよね、青い竜、うん、そうじゃなくて赤い竜ってどうだろうって赤松だけにっていうのをなんか今回やってみたいなと思いましてこれを買ったと記憶しています。はい、魅力でいうと多分ここの部分とかですよね、うん、多分ね。だからまず考え方としてここを生かす、この樹形で今のこの若干斜間にみたいな感じだとここのまっすぐって結構強調されるかなと思ったんですよね。確かに言われてからなんとなくそういう風に、まあ、曲があるのでそこまで間延び感はないんですけど、ただちょっとだけ角度は上げてあげた方が間延び感は少なくなる、まあ、横の動きがなくなる分、うん、もう少し、まあ、コンパクトになるかな。なるほど。思います。で、あとこの木って多分ね挿し枝がこれになってるんですよ今。あで、まずここの枝が股から出ちゃってて、うん、要はもう3本目みたいなのでこの枝はまずいらないです、うん、今の段階で。真上の枝ですね。これは間違いなくて、うん、いらないよ、いらないっていう枝なんですが、うん、そもそも論、ここの幹の続きでこの頭ができてるわけじゃなくて、この頭って途中から出てる枝で頭ができてるんですよ。ああ、本当ですね。そうそうそう。で、この幹ってどこ行ってるかというと、後ろ行ってるんですよ。で後ろでぐるぐるっとなって、ここの由来枝としてある。使っちゃってる。使ってる。なんとかコンパクトに見せようと思って多分使ってると思うんですけど、逆手の発想でこっち正面の方が僕はいいんじゃないかな。本来の幹の動き、主幹となるところが続いて頭に続いてるので、いわゆる苔順というか、まあ、そうですね、その木の動きが素直な木っていう感じになるんじゃないかなって思うんで、そこまで全然自分見てなかったですね、うんうん、見え方というかね、見え方というかね、なるとこれがおそらく、うん、まあ差し枝になる、なるほど、はい、と思います。ただ先ほど言ったここの中間から出てる、うん、この枝はまあもう股から出ちゃってますから、うん、ここにあると絶対太ってくるんですよ、うん、主幹と差し枝の間から出てますね、うん、出てますね。これを放置しておくとここはブクブクっと太ってめちゃくちゃ苔基準が悪くなると思うので、うん、こういうのは早めに、特に赤松はこの動きとそのしなやかな感じとやっぱり幹の綺麗さがメインなので、うんうん、ここは絶対取らないといけないです、うん、なるほど。じゃあもう
今カンさんが説明してくれたところをですね、はい、撮ってみたいと思います。じゃあちょっと残して撮るとはい、じゃあちょっと残して、はい、木はできるってよりかは少しだけ残して幹を残して切る。ここで、はい、じゃあちょっと残してもう切ります。はい、でなんで残して切るかっていうと、切ってこう水が流れてますね、際で切ってしまうとどうしても切って枯れ込みが入るので、こう若干えぐるように枯れてくるんですよ、うん、そうすると例えば近くの枝、これでいうとこっちの枝に影響する場合がある。枯れ込みが、枯れ込みがね、そう、ちょっと大きく枯れ込んでしまう場合があるんで、うん、ちょっと先端だけ残しておくと、そこがだん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 水を吸わなくなって自然に枯れて、ちょうど真ん中がすれ際ぐらいで枯れるようになるので、うん、なのでちょっと残します。なるほど、はい、残したところは1年後ぐらいに切るといいですね、はい、そうするともうこの元から切って1年後ぐらいに、1年後ですね、はいはい、カチカチになった段階で元から切るといいです。はい、わかりました。あとは切るところは、そうですね、ここが頭でしょう、うん、これが頭だとすると、ここの枝がすごい気になる。ここがね、この目の前から出て、うん、こっちとこっち分かれてる、うん、これがまずいらないかもしれない。じゃあこの、正面に、はい、出ているような枝もこれもやっぱりちょっと残してですね、はい、先ほどの説明と同じ切りました、うん、今度逆の枝、ここですね、ここは上と下に同じような勢力の枝が2本あるんですよ。小池はなるべくコンパクトにしたいですし、流れと逆の枝ですから、上の短い方を残せばいいと思うんで、下を切っちゃっていいと思います、はい、これも少し残してっていう形 で流れが逆の方を小さくしたい、小さくして、ね、はい、じゃあこれで、はい、はい、でこれをこうすればね、逆の枝で成立するじゃないですか、うん、で裏はこのままでいいかな。これが裏になって、どっちかというと文人の木ですから、幅利と大きくしたくないんですよ。で実際すごい迷いどころがこの枝、裏枝、反対で作ってた時は頭になってたところ、うん、でこの木ってどっちかというと細さを強調したい木なので、はい、これがあるとすごく重いんですよ。もう一個考えなきゃいけないのが、幹を背負うように、じゃあ幹が背負うように枝を出してるんですよね、要はこういう風にしてる。確かに本来落ち枝を作らないと厳しさって出てこないのに対して、上から出ちゃってるとどっちかというと、まああんまり文人らしくないというか、変なし、こういう角度にすればまだ落ち枝に見えるんですけど、それにしてもアングリーじゃあ、なんていうの、この、うん、上から出てますよね。そう、ちょっとなんか丸みを帯びてて、うん、あんまり厳しくないですし、うん、何よりも太いんですよ、この枝。多分頭として作ってた枝なので、この主幹と同じぐらいの太さになっちゃってる、うん、で、差し枝がこれのこの太さなのに対して、この太くなってしまってる枝っていうのは、やっぱり正直ちょっと見苦しいというか、うんうんうん、せっかく生かしたいこっちの枝が生きてこないんですよ、うんうんうん、なんでこれ切っちゃっていいんじゃないかな。マジで、うん、前の頭を全部飛ばしちゃうみたいな、飛ばしちゃわないと多分この細さが生きてこない。なるほど、行っちゃう、行きましょうか、はい、はい、じゃあ、これもやはりちょっと1、2、3、そうですね、結構この辺りでもうちょい残してもいい、この辺で行きますか、はいはい、はい、行きましょう。だいぶこれでどうですか、すっきりしたね。あ、でもすっきりね、これが裏枝で、これが頭で、これが逆で、これが差し枝になると、うん、でもうちょっと角度つければもうちょっと高さも出て文人らしくなってくると思うんで、うん、なるほど、まあ、あの針金かけてからしっかり曲げた方がいいので、うん、今あんまり動かさないですけど、はい、という僕の見立てですけど、ね、うん、やっぱ 見方が我々とはちょっと違うかもしれないですね、まあ、そうですね、ちょっと本当に自分も買った木で、あの第一印象、あ、いいね、そこで終わってたような気がしますねあの頭をこの手前の枝で作ってたっていうのも全くもってそういう意識なく見てましたし、ですし、あの本当にそういうところを見るんだっていうことをちょっと今の解説ですごく知ることができた、うん、この木で一番いいところって多分ここの屈折、うん、そうですよね、とあとはさっき三島さんが言ったこの幹の荒れ方、うんうん、ってところだと思うんで、うん、結局この総じたこの幹の動きとか細さ
がこの木の魅力なんで、うん、そこを生かすためにはやっぱある程度頭もちっちゃくして文人らしさを作ってあげなきゃいけないと思うので、やっぱりここを抜いたことでなんていうんですかね、うん、本当に軽さが出たって、これ抜いてますからね、これ、ね、これを抜いてますんで本当にあとはこの枝と同じぐらいの量ですから、で多分こっちの方が大きいです、ね、あ大きいですよね、これがね多分頭だったから、で何より足元ちょっと掃除してあげて、この足元を見せてあげる方がいいと思って、うんうんうん、で最終的には南蛮っぽい鉢に入る、うんうん、一番良さそうですね、うん、だから今回はこの木を針金かけてもらって、うん、で姿を出して、はい、また春が、ね、に植え替えしてあげる、はいはいはい、はい、じゃあ針金かけはちょっと文人っぽい感じでしていくと、はい、この木の場合はやっぱり挿し枝を作ってあげるっていうことと、頭を上げていくっていうのが重要かなと思って、うん、ここが横にこうなってるんですよ、はいはい、なのでもう少し文人らしさを作るには頭を上げながら、まあ、こういう感じかな、うん、起こしてくる、ちょっと起こしてくる感じで、これを下げて、そうするとこの頭が強調されるじゃないですか、今全部一緒なんで、横並びになってるので、そう、少しこう落として頭を上げる、でまたこれを差し入れる、あだいぶこれで見えますよね、全然違くなる、違いますねやっぱりという感じでやってもらえれば、逆に動きが出たこういうこのぐらいのコンパクトないい木になるんじゃないかなと思います。じゃあこの後は三島さんがやっていくと、はいはい、いつも通り針金をかけて、またカンタさんに、見てもらいたいなと思います。ちょっとまた、はい急にこの時期目切りやってたと思うんですけど、目切りと同時並行でハスカシってやってあげた方がいいですねで今去年の葉っぱとまた一昨年の葉っぱか、まあ、変なとこ新芽があるところで言うと3年分の葉っぱがついてる、はい、まあ、ちょっと目切りしたので、まあ、2年分という言い方もできるんですけど、はい、なのでもう完全に一昨年の葉っぱは取ってください、あとは、うん、去年の葉っぱも、まあ、ちょっと上の方は強めに間引いて、下の方は若干多めに残して、あのよくカンタさんが言われる七五三ってやつですよね、はい、その動画はこちらです、はい、こちらです、はい、たくさん回ってますねその作業をちょっとやっといてもらって、分かりました、その後は針金かけると、あ、はい、もっとやりやすいと思いますし、うん、はい、そういうことです。じゃあこれをやってもらうんですけども、はい、もう閉店時間過ぎております。そうですね、東樹園さんの、はい、なので今日は置いたまして、はい、明日ちょっとある程度やったところから見せていただこうと思います。それでは明日に見ます。はい、はい、明日撮ります。慣れてないんで、はい、1日明けました。明けました。で三島さんの T シャツの色が変わりました。そうですね、今日は黒で着てみました上半身、はい、針金を、はい、かけました。三島さんがかけたと、はいはい、まあ、一通りあの木に沿って導線かけてみました。なのでまだ操作してない段階ですね。あ、なるほど。であと昨日言われた通り七五三で、フルハを、落としまして、今このようになってますね、うん、はい、これは三島さんがやる、やりましょうか、はい、じゃあちょっと私の方で軽くやらせてもらって、その後ちょっと菅さんに直しというかチェックしていただくような感じ、うん、確か、まあ、ここを、ちょっと引き上げると、まずあれですよね、起こすんだっけ、あそうだね、角度はね、そう角度、正面はこちらでしたよね、はい、で確かもう一段階でしたっけ、いやこれぐらいだったかな、これぐらいこういう感じ、ね、自分の方へ向けてやりますね、はい、大丈夫です。まあ、じゃあ操作しちゃいます、ね、結構ですよね、結構な操作がありますね。この間のちょっと赤松を折ってしまったので、はい、ちょっとそういうトラウマがあるもんですできるかな、幹からポキッと折れちゃいましたね。そうですね、金属音みたいな、すごかったですよね、なんか薪割りの音っていうのを初めてあの盆栽やってて聞いたなっていう。はあ、聞いてる。そう、ちょっと怖いですね。もう正直言うと、もうカンタさんがやってもいいんじゃないかなって思っちゃうんですよね。ちょっと動きましたね。起こしてみたんですが、
この後こっちを上げないといけないんですよ、うんうんうん、まあ真横になってたのをグッとこう押したような感じにはなってると思います、うんうんうん、これぐらいだなんで、ほうほうほう、これをグッと下げる、はい、サシエダ、サシエダですね。でちょっと正面の方にどれかあるんですか、ここの落ち枝を見せたいので、うん、もう少し伸ばしてもらったらいいかな、うん、この出方が若干のマイナスじゃマイナスなんですね。具体的にはどういった、まあ、幹をそのまま隠している、出方をしている、真横を向けてても目は起きるので、うん、しっかり四方に開いてあげる、開いてあげる方が後々いいですね、うん、もう目起こしはいらないんですもんね。そうそうそう、勝手に上上がるんで、うん、はいはい、マジか、おお、あかっこいいですね。ここもだいぶかっこいいんじゃないでしょうかね、うん、起こした頭のところのこの幹のライン、なんかその挿枝の上の枝、そう、うん、そこの幹の流れがよくわかんないけど、うんうんうん、まあそれがマイナスポイントっていう感じですね。そうそうそう、なるほど、取んない方がいい、いや、まあこのとりあえずこれ完成ということにして、うんうんうん、将来像を話す、はい、ぜひ聞きたいですね。まず挿枝が弱いんですよね、うんうん、2つ近い基本となる枝がなくて、芽、うん、の数としては今3つですね、うん、1、2、3、うんうん、でその3つの枝数をもっと増やしてあげてボリュームをつけてあげないといけない、はい、で、まあ、この辺の枝はいいとして、うん、この枝、うんがやっぱりこの幹の動きを邪魔してる、うん、っていうところがあると思います。なので現時点ここで1回完成でいいと思うんですが、うん、後々ですねこの枝を取ってあげれる、うん、あげないといけないのかなと、うん、ただそれにはここのボリュームがないといけないですし、うん、あとはこの何でしょうね全体のボリューム感ですかね、うん、がもう少し出てくるとこれを戻っても大丈夫なのかと思います。今は残しておいた方がいい。今は残し、うん、まあ見た目ですよね。完成ということで作っていくんであれば、多分これを外すとこれだけが多分すごい寂しい状態になる。確かにそうですね。うん、万が一枯れたりとかも、うん、そういうことも考えて。今ちょうどいいところにこの上と下に2本枝ができてるんです、うん。なのでこの2本で段をつけてあげてもいいかもしれない。うん、下の棚と上の棚っていうふうに、そうするとこいつらがいらなくなるぐらいここにボリュームが出てくると思うので、うん、なるほど、そうする段階で取ってあげて、うん、でなおかつもう少し、幹も立ててもいいかもしれませんね。立てるんであればコッケ状を見せたいからってこと、まあ、動きもよく見えますし、あとは急にねそのこうグッと来た中でスーッと上に伸びてるのに対してここにギュッとちょっとまあ潰れすぎてるような印象があるので、うんまあ、ちょっとバランスですよね。この長いところと極端なところの差がもうちょっと緩やかになると調和が取れるかなっていうふうに思うんですけ ど、ね、例えばこういうのでもこれを刺して伸ばすっていうこともできますから、うん、そういうことをやってもいいかもしれないですね、うん、例えばこういうふうにして、うん、こうでいいか、うん、ここで刺すとするじゃないですか、うん、刺した段階でちょっと上の方に引っ張ると、うん、こういう時だと、うん、こういうところにねちょっと下傷をつけてね、うん、引っかかりになるんで、うん、何でも針金で止めてあげると。当然の間に通したんですか今。そうですね。
だいぶ潰れてたのが持ち上がりましたね、うん、でこのなんかまっすぐ感のこの幹のちょっとしたこう幹模様っていうのもなんか起こしてすごい出てきたような気がするんですよね。細かい曲線、なんかそういう良さが出てるような気がする。そして差し枝も目立つという、うん、でこの辺がまあぐちゃってなってたのが少し幹模様がしっかり 見えているっていうようになってる気がする。こういうこともできる。なるほど、素晴らしい。じゃあこの後は、まあ培養してて元気になったら、うん、まあ上の枝切るかどうかみたいな、うんうん、これですよね。であと植え替え。そうですね。母さん、ちなみにこういう木はどんな感じの鉢を想定してますか。そうですね、基本的にはやっぱり赤松なの で、うん、でこれ文人ですから、まあ、ちょっと南蛮っぽいやつの方が、うん、合うんじゃないかなと思いますけど、うん、昨日おっしゃってた南蛮みたいな、そうこれぐらいの、うん、ただちょっと角度も変えますし、うん、根っこもねどれぐらい広がってるか分かんないんで、うん、まあ開けてみないと分かんない。で何種類かあるといいかもしれない、うん、あの深いやつ、はい、でちょっと広いやつ、はいはい、でちょっと入れたいような南蛮、うん、3つぐらいあるとあのどれのにも対応できるかもしれないですね、うん。もう基本的に丸なんですかね、だから、まあ、分子は丸が一番、うん、はい、柔らかい。結局こういうどっしりとした力強い木ではなくて、うん、動きのスラーっとした、うん、まあ、どっちかというと、まあ、女性的な、はいはい、あの木になるので、うん、丸っぽいような柔らかい鉢に入れてあげるといいかもしれない、うん、ただこのふるさとか皮が来てますから、はいはい、どっちかというと割とまあ渋い目というか、うん、あの土目が出たような、まあ、ちょっと暗めな南蛮みたいなやつに入るといいんじゃないかなと思いますね、うん、持ってますか。持ってるかもしれませんね。持ってる、はい、ここを活かせるというね。そうですね、ここが良くて私も買ったので、うん、ちょうどこれがはみ出るところ、わー、鉢からですね。そうそうそう、鉢こぼれのこの空曲が出るっていうのをやってみたいですね。だいぶだから根っこ出さないといけなくなっちゃうのかな、その。いやだから下をどれだけ削れるか、うん、まあそれできなかったらまあ高上にしてより強調したいと思います、うん、はい。どうですか三島さん、いや完成正面から見ていただいて。もうおっしゃっていただいたので、大体もう皆さんね、あの分かったとは思うんですけど、うん、個人的にはやっぱりここのまっすぐ、ちょっとまっすぐに見えるよねって言ったこの幹の模様が出たじゃないかと思うんですね、起こして。そして頭までのこのラインっていうのはすごく明確に上げたことによってなったかな、うん、まあそしてあと差し枝ですよね、やっぱりね、うんうん、で起こしたことによって差し枝のこうグッと降りた角度っていうのも強調された、うん、まあ寝てるってことは差し枝も出方が厳しくないので、やっぱり起こしてあげてグッと脇を締めた、まあ、ガコッと落としたっていう、そういう作りになったんじゃないかなと思うんで、まあ、この木をね素晴らしいものにしたいなっていうふうに、まあ、こういう形にしてもらったんでね、うん、はい、勉強になりましたね。勉強になりました。起こしたってことですよね、うん、本当よかった。自分だったらやんなかったですか。やんないですね、僕だったら潰して潰してた、うん、だから地を這う赤松みたいな感じにもしかしたらなってたかもしれない、うん、なんでそれもいいんですけど、うんうん、この方法が別に正解ってわけじゃないですからね、うん、ただカンタさんならこう作るっていう、うん、ところで勉強になった感じですね。勉強になりましたね、うん、その方が多分ね木が大きく見えるから、うん、確かにあのままだと幅りが多すぎて、うん、幹が単純に細いだけの木になっちゃって、うん、木が大きく見えないんで、うん、やっぱ頭ちっちゃくこうやって作ってあげた方が木は大きく見えますね、はいはい、じゃあ神田先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、このチャンネルがいいと思ったら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、Please subscribe and thumbs up. Thank you. Thank you. ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。よく頑張って。ダメ？座ってる。いいじゃん。後ろ向いて。そしたらピントは最初こっちで、次のピントは高木さんの T シャツ、鳩や。結局高木さん。
やってみてよ。いけんじゃないですか。おまけ高木さんでいいよ。もうちょっと左行ってほしい。もうちょっと。いや、左。俺は左。あ、違う違う。ちょっともうちょっと右だな。ああ、これでいいじゃない。分かるんじゃない。か。ちょっと話の間にこのさ、背中が差し込まれるっていうのがね、なかなか新鮮ですよね。新鮮。